どこへ案内してくれるんでしょうか。姫百合の塔から。はい、姫百合の塔からその近くの海岸行って。海岸行って何を撮りましょうかね。はい、なんか海藻でも撮れたらいいなと思います。それではわかんない。それではレッツゴー。道の駅ね、テイグマ館寄りに来ました。ちょっと見てみたいですね、いろいろ畑。どっち行きましょう。それなんすか、あてもや。あてもや、どうやって食うんだろう、これ。ビタンガ、ビタンガ、なんなんだろう、これ。トマトちゃうかな。いやでもなんかパプリカみたいな感じな。トマトっすかね。これなんすかね、あてもやってね。いや、まあ、何でも聞くんすか。こう変わったもんいっぱいあります。あ、スターフルーツ、やっぱ南国ですね、こういうの。ほう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 。アルプス Z 乙女、姫リンゴやね、これ。姫リンゴ、あ、姫リンゴ、これあれじゃないです。これがないと、これが、はい、リンゴ飴に使われるやつじゃないですか、これ。うん、そんなやつ。はい、あ。島人参ってありますけど、すごい長いっすね、これ。まあ変わったもんがありますよね。まあ綺麗っすね。何焼きっていうのは、何焼きじゃないのか。ほほ、火焼き。火焼き。琉球くす焼き。ほほほほ。なるほど。なんかおしゃれなもんが。あ、これはジャム線？これ蛇だよね、ジャム線ですよね、これね。シーサーか。まあ6万、結構高いですね。4万。ペアシーサー、ほほほほ、20万円。シーサー高いですね、やっぱりね。ほう、いかついっていうか、守り神ですからね。川、はあ、定石跡、ハブに注意。ほほほほ、なんもないけど、これが定石跡なのかな。ああ、サーフィンやってますね。はい、いい波でずーっと降りてて、すごい、結構サーフィンやってますね。ほうほう。櫛川定石っていうのはこれ？これが定石の跡。あー、すごい。ちょっと行ってみましょう。足元はね、あんまり良くないですけどね。はい、
これなんだろう、井戸っすかね。なんもないですね。でもこれ井戸とか井戸かな、ちょっと。へえ、皮膚穴って書いてあるね。石灰岩の空洞になっており、海に通じるってことは、ここ入ってくと海に行っちゃうってことか。避難に使われていたんだ。避難用ってことは、これあの壊すから見えるかな。ま、ちょっと行きます。そうですね、変わった積み方っていうか、すごいですねこれ、石の技術、U 字。変わってますね。それは何すか。あーすごい、なんかね、いい風景が、あーすごいすごいすごい、ほほほほー。